プリモネビオロプリモネビオロは、イタリア鳥の出身の男子陸上競技選手、主導者、法学博士、国際陸上競技連盟会長を務めたことで知られている。若かりし頃、競技生活現役時代のネビオロは、総幅飛びの選手であった。第二次世界大戦では、ドイツ軍のイタリア真中に抵抗して戦った。戦後に、鳥の大学へ入学。 法学と政治学を専攻し、法学博士を取得した。大学卒業後は建設業の実業家になった。1961年、ネビオロは国際大学スポーツ連盟会長に就任し、特にユニバーシアード開催を取りまとめた。1969年から1989年の間にはイタリア陸上競技連盟会長を務めた。ネビオロは多くの役職を 歴任、1972年に国際陸上競技連盟評議員、1983年にオリンピック夏季大会競技団体連合会長、1992年に国際オリンピック委員会委員にそれぞれ就任した。ネビオロは、故郷トリノへの2006年、冬季オリンピック開催誘致実現に関しての役割も務めた。1981年11月の、 国際大学スポーツ連盟総会で1985年ユニバーシアード神戸大会が決まると当時日本サッカー協会理事及び日本オリンピック委員会常任理事でもあった岡野俊一郎が日本サッカーにとって大学サッカーは重要との考えから来日していた当時世界のスポーツ界に強い影響力を持っていた岡野の友人のホルストダスラーにユニバーシアード 神戸大会からサッカーを正式競技にするため、助力を頼んだ。すると、ホルスト・ダスラーは、ニューヨークにいた、これまた岡野の友人でもある、国際大学スポーツ連盟会長であったネビオロに、電話をかけ、岡野に取り継いだ。岡野の依頼を承諾したネビオロは、ファイス実行委員会から、最初反対を受けたが、ネビオロが強引に規約を改正して、ユニバーシアード、 神戸大会から正式競技にした。以後現在も、サッカーは、ユニバーシアードの正式競技となっている。1981年ネビオロは、第4代国際陸上競技連盟会長に就任した。1983年の世界陸上競技選手権、大会導入にとどまらず、広告収入と放映権量をもとに1984年から、賞金レースを導入し、 グランプリシリーズを創設するなど、国際アマチュア陸上競技連盟のアマチュア路線から現実的な商業的路線への組織改革を統括した。賞金レース導入に伴う選手への背筋主義の影響を指摘される一方、世界陸上競技選手権大会への賞金制導入を1997年アテネ大会まで遅らせるなど、選手の金銭的要求に対して、 容易に認めない方針を持って交渉に当たった。1987年に国際陸上競技連盟の議決制度を改革し、従来のヨーロッパアメリカ諸国に返帳した発言権を改め、全加盟国に一国一票の権利を導入した。国際陸上競技連盟の資金を活用して、更新地域であるアジアアフリカの途上国への投資を行い、 陸上競技の普及促進に努めた。1999年11月、心臓発作により、ローマで死去するまでネビオロは、国際陸上競技連盟会長の職にあった。ネビオロの死後、暫定会長は副会長のラミーヌ・ディアックが務め、ディアックは後に会長に選出された。国際オリンピック委員会のフワン・アントニオ・サマランチ会長は、 ネビオロを20世紀最大のスポーツマンの一人と評した。メッシーナにある1998年第33回アイブフワールドカップ開催球場となったスタディオプリモネビオロはネビオロに敬意を表して命名されたものである。ありがとうございます。